はい、えー。皆様、こんにちは。春でございます。えー、まずですね、今日はですね、昨日遊び疲れちゃいましてですね、結構夜遅くまで遊んじゃったんですよ。そうしましたら、睡眠時間が、まあ、ちょっと詳しい睡眠時間は、えー、仕事上言えないんですけれども。<laughs> いや、そんな寝てないんですよ。<laughs> いや化粧が乗らない乗らない。はい。めっちゃいました。 はい。えー、まあ、この振りから始まった、えっ、ー、と、ステッカーですね。行ってみたいと思います。えー、ステッカー、はい。たんまりと、あるんですけれども。えっ、ー、と、この受け渡し方法ですね。やりたいと思います。えっ、ー、と、2種類あります。2種類あります。はい。えー、まず1つはですね。えっ、ー、と、インスタ。インスタグラム。はい。私、インスタやってるんで、えー、そちらのメッセージですね。 メッセージから直接私にアクセスしていただいて、で、まあ、私と、えっと、なんだろうな、えっと、視聴者、視聴者さんしか見れないメールですね。そこに住所を書いていただくのと、あ住所、名前。で、名前の後にカッコで、あの、ハンドルネーム書いてください。いきなり本名書かれてもですね、<laughs> わかんないんで、あの、 ハンドルネームは忘れずに書いてくださいね。はい。で、もう一つの方は、あの、手渡しですね。手渡しの受け渡し方法。この2種類についてですね、えー、ちょっとまあ詳しく、えー、と、やっていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、それではですね、えっ、ー、と、詳しくですね、えー、説明していきたいと思います。 えっと、まず、インスタなんですけれども、えっと、私のインスタがわかるようにですね、私のこちらですね、えー、っと、YouTube のトップ画面ですね。はい。こちらにですね、えー、ここ、リンクで、インスタグラムって貼っときました。はい。えー、っと、これ、スマホも一緒なのかしらね。うん今これ、パソコン画面なんですけれども、それでですね、えー、っとね、 うんとここですね。インスタをクリックしますよ。クリックします。そうしますと、これ私のインスタなんですけれども、で、まあこれ自分のだから、まあ出ないんですけれども、こちらにですね、あの、多分メッセージという欄があると思うんですよ。それをですね、ちょっと今探したんですけれども、えっ、ー、とこれですね、えっ、ー、と、インスタメッセージ送り方。はい。 こういうふうに、まあ皆さん、携帯から開きますと、えー、開き方で、あの、送り方で検索しました。こんなように出てくるんですよね。メッセージって。で、ここをクリックすると、私に、あの、送れる、誰に送りますかみたいなのが多分出てくると思うんですよね。はい。で、これですと、私と、えっ、ー、と、視聴者、視聴者さんしかわからないんで、 ここにですね、あの、メッセージ、コメントじゃないですからね、メッセージですよ。メッセージにですね、えっと、住所、名前を書いていただければ、えっと、私はそこに送ります。はい。で、ここでですね、前回、前々回、前々々回かなあのー、まあ、そうですね、こちらの、ちょっとこれ、やばいか。はい、こちらのですね、ステッカーを、えー、送って もらっていただいた方のですね、住所。私一切控えてないんですよ。ですからですね、あのー、一回、あのー、住所送ったよねっていう人もですね、私全部削除してるんで、はい。ですから、私皆さんの住所は本当把握してないんで、もう一度ですね、えっと送っ、送あのー、まあ、面倒ですけれども、もう一度書いていただけたら、あのー、いただけないと送れないです。<laughs> はい。 ですね。で、まあまあ、あのー、個人的にですね、まあ、約1名の丸ちゃんだけはですね、あのー、年賀状いただいたんでですね、こちらのように、この年賀状も、えー、まあ、まだ書いてないんですけれども、ええー、丸、ま、ちゃんは、えー、ステッカーとこちらの年賀状をくっつけて、あのー、送りたいと思います。はい。これが、まあ、インスタから、えー、っと、申し込む。申し込む いいのか。申し込む感じですね。はい。で、次はですね、手渡しですね。手渡し希望の方なんですけれども、えっ、ー、と、この方法もちょっといろいろ考えたんですよ。えっ、ー、と、個々の皆様の、まあ、連絡を取って、まあ、お互いこう、距離のいいとこで渡そうかなとか、いろいろ考えていたんですが、 ちょっとですね、それもちょっと、まあ、大変なので、えっ、ー、とね、もう、あの、手渡しの方はですね、あの、基本、日時と場所を決めさせていただきます。はい。で、これ無理な方はですね、あの、インスタの方からですね、住所を送っていただければ、あの、そこに送りますので。はい。まあ、それが一番手っ取り早い、お互いに手っ取り早いと思うんですけれども、まあまあ、一応ですね、手渡し希望の方、 こちらですね、えー、道の駅キツレ川っていうところがあるんですよ。栃木県の田舎の方にはですね。まあ田舎つっ,ってもですね、まあまあ県央地区なんで、まあ宇都宮とそんな変わらないようなとこだと私は思ってるんですけれども、<laughs> えー、まあこちらのですね、キツレ川道の駅キツレ川のですね、まあ駐車場、まあ拡大地図。はい。えーっとね、 場所はね、まあ、皆さん検索してもらえばわかるんですけれども、えー、ここですね。道の駅、きつ川。これをこうなっていきますと、こんなところにあるんですよ。こんなところにあるんですね。この方がわかりやすいかな。<laughs> はい、ここですね。はい、桜市というとこですね。 はい。こちらです。で、こちらにですね、えっ、ー、と、1月の、えっ、ー、とね、21日土曜日。土曜日の、まあ、あの、私、仕事がですね、あの、要は終わる時間っていうのは、前日にならないとぶっちゃけわからないんですよ。なもんで、あの、一応、そうですね、 うーん6時から7時までの1時間。はい。あの、夕方、6時から7時まで、夕方、夜か。1時間を限定にして、その間の1時間に来れる方だけ、あの、手渡しで、あの、渡したいと思います。まあ、あのー、本当ね、あのー、1時間じゃいけないよっていう方はですね、あのー、 まあ私も皆さん方にね、皆さんは私の顔してますけれども、私は皆さんの顔知らないんですよね。<laughs> まあ、あの、一回お会いしたいなってもあるんですけれども、まあまあそこは、あの、SNS の世界なので、あの、まあ皆さんは私の顔わかる。私は皆さんわからないでも、まあそこは全然 OK なんですけれども、まあ、もし手渡しを希望なんであればですね、1月の21日土曜日、 ですね。夕方6時から7時の間、こちら道根駅、キツレ川にですね、私のジムニーで行きますので、まあ目印はもうジムニーですよね。あのジムニー多分他の車よりも背高いんで、すぐわかると思うんで、はい。で、声をかけていただければ、えー、誰誰ですと。はい。で、もしよろしかったら YouTube 撮りますよ。<laughs> 誰々さんが来ていただけましたみたいなね。感じでも、取る、あの、了解が取れたら、了承取れたら、え了承了解取れたら、あの、取りたいと思うんですけれども。まあ、別に YouTube 釣りたくないっていう方はまだ、普通に、あの、手渡しで。はい。こんな感じですかね。ですから、まあ、あのー、基本的には、郵送っていう感じの方がお互いにいいと思うので、 はい。そんな感じでですね、えー、やっていきたいと思います。はい。以上でですね、このステッカーですね、あの、渡す方法をわりたいと思います。あの、皆さんですね、あの、基本的にはインスタの方の、えー、書き込みで、メッセージでやっていただけたら、 あの、まあ、純不動で送りますので、もしかしたら時間かかっちゃうかもしれませんけれども、必ずそこ送りますので、はい。あのー、車なり、うん、なんだろうな。うん、車なり、なんか、なんか適当な、<laughs> 好きなとこに貼ってください。はい。えー、それでは、えー、まずはですね、ステッカー、えー、30名の方、本当ありがとうございました。 はい。また、機会があったら、次、1000人で2000人、次3000人 ?3000 人だってすごいね。<laughs> 2000人でもすごいのにさ。まあ、もし3000人でも行きましたらですね、また新たにこのステッカー企画やっていきたいと思います。はい。まあ、今回は、これ、これで終わりにしたいと思います。はい。それでは、えー、皆さん、これからも春チャンネルをよろしくお願いいたします。 それではさようなら。